マイアミ航空293便着陸失敗事故は2019年5月3日に発生した航空事故である。リーワードポイント飛行場発ジャクソンビル海軍航空基地行きだったマイアミ航空293便がジャクソンビル海軍航空基地への着陸時に滑走路をオーバーランしセントジョンズ側に着水した。乗員乗客143人中21人が負傷した。 国家運輸安全委員会は、大雨の中、溝の掘られていない滑走路へ着陸したため、ハイドロプレーニング現象が発生したことが事故原因だとした。最終侵入と着陸時に、パイロットは複数のミスを犯していたが、NTSB はこれらがなかったとしても機体は滑走路内で停止できなかったと結論付け、一連のエラーを事故原因から除外した。 2013年に撮影された、自己機事故機のボーイング737から 81Q は、製造番号830として製造され、2001年4月12日に、初飛行した機体である。事故時点での起動しは18.1年で、2機の CFMe CFM56 から7バイト26エンジンを搭載していた。製造直後の2001年4月に、 マイアミ航空に引き渡された後、マーティンウェアや XL 航空、トゥイフライ、ネーデルラントなどに何度かリースされている。機長は55歳の男性で2008年からマイアミ航空に勤務していた。総飛行時間は7500時間で、ボーイング737では2200時間の経験があった。機長は同社のチェックパイロットでもあった。 副操縦士は47歳の男性で、マイアミ航空に入社したのは、事故の5ヶ月前だった。総飛行時間は7500時間だったが、ボーイング737での経験はわずか18時間だった。事故当時、副操縦士は、訓練を終了したばかりで、機長がチェックエアマンを務めていた。293便は、リーワードポイント飛行場から、 ジャックソンビル海軍航空基地へ向かう軍用のチャーター便だった。乗客は軍人や軍関係者がほとんどであった。後く23時19分に293便はリーワードポイント飛行場を離陸した。事故当時、機長が操縦を担当し、副操縦士が景気の監視を行っていた。現地時間21時22分19秒にパイロットは ジャックソンビルの完成と更新を行った。新入完成艦は滑走路28への着陸を提案した。21時22分に記録された気象情報には東からの4ノットの風と雷雨が含まれていた。パイロットは提案された滑走路28ではなく反対側の滑走路10への着陸が可能かどうか聞いた。21時23分。 管制官は滑走路10の手前5海離地点に降雨があることを知らせた。21時25分にパイロットは滑走路28への侵入を継続すると伝えた。管制官は嵐が東へ移動していることを報告し、滑走路10への着陸を提案した。この提案を受けてパイロットは滑走路10への着陸を決定した。侵入中293便は グライドパスよりも高い高度を飛行しており、待機速度は目標速度よりも17ノット速い170ノットだった。着陸の8秒前、降下率が毎分1580フィートに達し、シンクレートの警報が作動した。293便は滑走道端から1580フィートの地点に待機速度180ノットで着陸した。着陸後、 機長はブレーキをかけたが機体は滑走路内で停止せず、21時42分19秒に滑走道端から1164フィート地点にある護岸に衝突し、セントジョンズ側に着水した。事故翌日の様子50人以上の消防士を含む救助隊が乗員乗客143人全員を救助した。救助隊が到着するまで機体は水没せず、 客室への浸水もなかった。21人が負傷し、病院へ搬送されたが、重症者はなかった。当局は、航空燃料が川へ流出する、可能性を懸念している。この事故を受けて、ドナルド・トランプ大統領は、ジャクソンビル市長のレニー・カレーと接触した。回収された、フライトデータレコーダー国家運輸安全委員会と、ボーイング、アメリカ海軍が調査を開始した。 初期の報告では、スラストリバーサーが故障した可能性と、パイロットによる滑走路の変更に焦点を当て、調査を行うと述べた。事故機の右エンジンの逆噴射装置は、作動不良を起こしており、運用許容基準に従って、着陸時には使用しないこととなっていた。着陸侵入中、パイロットはスピードブレーキをアームド1に設定していなかった。 着陸の4秒後にスピードブレーキは展開されたが、アームド位置にしていれば3秒早く展開された可能性が指摘された。2021年8月4日、NTSB は事故の最終報告書を発行し、滑走路に溝が掘られていなかったためハイドロプレーニング現象が発生し、ブレーキが十分に効果を発揮しなかったことが事故原因だとした。これは、 航空会社の滑走路評価のガイドラインが不十分だったこと、パイロットが着陸復興を行わなかったこと、機長の作業量が多かったこと、着陸時の待機速度が速かったこと、副操重視経験が少なかったこと、スピードブレーキの展開が遅れたことによって悪化した。NTSB はこれらのエラーが発生しなかったとしても、機体は滑走路内で停止できなかったと結論付けた。ありがとうございます。